おお。北海道は千歳市ジンデ設計エコアハウスの室内練習場にて軟式最速男のブルペン投球が始まる。彼の名は吉岡新平投手。186センチ92キロの恵まれた体から繰り出す速球は軟式野球としては異次元の153キロを記録。いざブルペン投球へ。ここからはじっくり見ていきましょう。6歩半ですか。6歩半です。チェンジ。
渾身で。そう。まずストレートはどう握ってますでしょうか。ストレートもうこういう。まあ、ちょっと親指を曲げて添えるようにそうなんですねする意識はあります。どっちかっていうとこの2本指に最後こう力を伝えたいなっていう気持ちがあったので、はい、まあ、普通にこう親指を添えるよりはこう添えてこっちでしっかりかけるように握った方がなるほどですね。まっすぐ投げやすいっていうのがあったので、はい、潰すっていうイメージで、はい、指先で言ってます、ね、はい。カーブはどう握ってますでしょうか。カーブはもう一般的だと思うんですけど、こう指はつなげて、でも結構ここ空いてますね。そうです。まああとは最後ここで押すじゃないですけど、ちょっとここの感覚は大事にしてるかな。ここにタコができるように、はいはい、抜きながら最後ここに引っかかりが欲しいかなっていう感じ、はい、あとはもう第一関節と第二関節の間をしっかりキャッチャーに向ける意識は持ってます。スライダーはどう握ってますか。スライダーはもうこうです、ね、一般的かわからないんですけど一番苦手な球種なので、はい、まあどう曲がるかなって考えながらやった結果、はい、まあ、ちょっとずらして思いっきりあとまっすぐと同じ感じで振っていくっていう意識 で、ね、特にじゃ切ってるような感覚はないんですね。もう握りだけ切るよりは最後もうほんと握ってこのまままっすぐ思いっきり投げるイメージで投げてます。チェンジアップは。チェンジアップはこうですね。フォークボールとかちょっと抜いて引っ掛けながら投げるボールがちょっと自分苦手なので、はい、なんとか落ちるボール投げれないかなって試行錯誤した結果こういう形になりました、うん、中指の第二関節で最後こう引っ掛けていく、はい、ここにかかりながら抜けていくイメージ、はい、押し出してるんですか。そうですね、こう前に離すっていう、あとは勝手に抜けてくれるっていうイメージで投げてます。あとフォークボールですか。あと今ちょっとフォークボールは練習中なんですけど、引っ掛けるではないですけどこういい角度でベースに当たるように。手首は使ってるんですか。いえ、手首はもう全くこのままロックしたまま振っていくっていうイメージで投げてます。今日も多分150キロが出てると思うんですけど、はい、速い球を投げるコツって何ですか。そうですね、まあ、自分が意識しているのはもう完全にこの胸郭っていう言われている部分なんですけど、まあ、人間の体って肩があって肘、指先って、まあ、腕を振るって言われたらここから先を振るイメージだと思うんですけど、まあ、僕はここが肩だと思ってて、はあ、ここの長さも振れるようになればここからここの長さよりちょっとここの部分長くなるんで、ここから振っていくっていうこの分の長さも使えるかなっていうイメージ持ってるんで。そうするとやっぱ練習法っていうと、例えばその物干し竿とかを背負ってスイングするみたいな形なんですか。はい、そうですね、よく長い棒をこう担いでこういう風にやる意識、まあトンボとかでもやったりするノックバットとかでやったりするんですけど、こういう意識だったりとか、まあ、あとはこう胸郭を動かす練習はやったりしますね。ここを意識したいがいしたいって読む気持ちがある、はい、こう割って、あとはもうひたすらずっとこう横に移動しながら
やっていったりとか、はい、メディシンボール使ってここをキープしながらもらって投げてっていうメニューとか、まあ、あとはここからこう深くこういう練習はよくやるようになりました。で最後に吉岡さん、はい、人体設計なんですけど、はい、MLB ドリームカップ出るらしいですね。そうですね、あの出場させていただく予定になってます。いやーすげえピッチャー来るな。負ける予定はないので、もちろん全国大会まで出場して全国の強いチームの方々と対戦するのをすごい楽しみにしているので、ぜひクーニンズさんとも試合ができればなと思ってます。ということで軟式最速男153キロ投げます吉岡投手率いる神社設計も MLB ドリームカップ出てきます。それでは今日の動画は以上となります。吉岡さんありがとうございました。ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。